昨日夜遅く、富士市の農薬などを扱う工場で爆発事故がありました。怪我人はいませんでした。昨日午後10時40分ごろ、富士市中野郷の組合化学工業静岡工場で爆発音がしたと工場の関係者から消防に通報がありました。警察や消防によりますと、工場の屋外にあるダクトパイプを通る引火性のガスが何らかの原因で発火したということです。この爆発で直径30センチほどの ダクトパイプ1本が破損しました。建物への延焼はなく、怪我人もいませんでした。この工場は化学肥料などの農薬を扱っているということです。警察と消防が原因を調べています。